ベリズムは日本語で真実主義あるいは現実主義とでも訳されるべき一種のリアリズム運動で19世紀末から20世紀初頭にかけてイタリア三文文学で流星した新傾向のことである。はじめ1870年代以末に小説の新主張として現れ、やがてその指し示す意味を変化させつつ演劇そしてオペラへと影響が拡大していった。その傾向を 最もよく表す作品として、今日にもなお残すのは、ジョバンニ・ベルガの小説、カバレリアル・スティカーナである。ベリズモ文学の生まれた背景には、外政的なものとしてはフランスに橋を発する、自然主義文学の動き、内政的には、イタリア社会社会的矛盾の存在が挙げられる。イタリア半島南部及びシチリア島、サルディニア島では、古くから封建的な領主性が発達しており、 現地土地管理者による苛烈な調税のもと、大土地所有者は、パレルモ、カターニア、ナポリなどの大都市に住む不在地主として、裕福な生活を謳歌していた。1861年にイタリアはほぼ国家統一されたにもかかわらずこの構造に変化はなく、むしろ北イタリア資本による産業化に伴い、最品混装がより重い搾取に合うという状況であった。 このような背景で生まれたベリズモ文学の特徴を要約するなら、内容的には、こうしたイタリア南部貧困階層の、ややもすれば悲惨な日常生活をその主な題材としていること、形式的にはそうした題材を、第三者的、客観的かつ冷静な文体で綴っていること、とできるだろう。ベリズモ文学は1880年に刊行された、ジョバンニベルガの短編集。 田舎の生活とともに、イタリア分断会の一大流行となり、口述のような作家がベリズム作家と称され活躍した。同時代の演劇、オペラといった舞台芸術に多大の影響を与えたが、文学上は1890年代には早くも、その流行は、スタレ、ダンルンツオに代表される、より新規な分断会の流行である、象徴主義。 表現主義といった傾向に道を譲ることとなった。ジョバンニ・ベルガは、シチリア島、カターニアの裕福な不在地の死海家庭出身の小説家である。ミラノで同地の文筆界に交わった。彼ははじめ情熱的な恋愛物を良くしたが、1880年にまとめられた短編集、田舎の生活においては、故郷シチリア島の風土、そしてその社会の底辺で生きる、 人物群をその題材に選んだ。同編中の最著名作、カバレリアル・スティカーナでは、主人公は貧しさゆえに兵役に従事し、その間に、虚婚者は裕福な馬車引きのもとに嫁ぎ、彼女を忘れられず、重ねた不義の王せのために、主人公は決闘で無残にも殺される。また同じく、メスオオカミでは、最貧回想の女が、狂気のような肉欲に飲み従って、 人生を歩む様を描く。短編集、田舎の生活の停流に存在するのは、決して克服し得ない経済的、社会的な不平等、不条理であるが、主人公たちは、自らの境遇、運命を、マルクス主義者のように作取の問題、社会変革の必要性、などと結びつけて考えることもなく、ただ感じするだけの存在として淡々と描かれている。なお、ベルガにおいては、 自然主義の代表的作家エミール・ゾラの影響は、顕著である。ベルガは、ゾラの有名な小説集、ルーゴン・マッカール奏書に版を取った、長編小説集、敗者たちの作品群を構想したが、生涯において、完成を見たのは、うち、マラボリア家の人々及び、マストロ・ドンジェズ・アルドの2編のみだった。その他、ベリズモ文学を代表する作家として、やはり、シチリア島、 カターニア出身で、ベリズモの理論的支柱の役割を果たした、小説家、文芸評論家のルイージ・カプアーナ、ナポリ出身の小説家、フェデリーコ・デ・ロベルト、同じく、ナポリ出身のサルバトー・オレディジャコも、サルディニア島の冬家庭の出身で、後に1926年、ノーベル文学賞を受賞した、女流作家のグラツヤ・デレッタなどが挙げられる。ベリズモ小説の流星はすぐに、 舞台劇に波及した。カバレリアは、原作者、ベルガ自身と、後に、ジャコモプッチーニの多くのオペラ台本を表した、ジュゼッペ・チャコーによって舞台化され、1884年、エレオノーラ・ドゥーゼの主演によるトリノでの初演を皮切りに、イタリア全土の劇場で好評を持って迎えられた。もっとも、大女優、ドゥーゼの主演ということもあり、小説では、 存在感の全くない、捨てられた女、サン・チュッツァを女主人公とするなど、その内容は大きく改変されている。その他、ナポリ貧困層を描いたディジャコモの小説、堕落した生活の舞台下では、舞台での写実感を得るため、ナポリ方言を代々的に取り入れるなど、ベリズム演劇は、小説におけるような低変層の人間の悲哀を描くというよりは、 いかに巧妙にローカル色を出しつつセンセーショナルな感情表現を演出するかという技巧に走る傾向が強く時代が20世紀に移る頃には過去の一流行に過ぎないものとなった。ありがとうございます。